チス誰も知らない狩人イカレタコスケです。今回はねモンスターハンターライズ久々復帰勢であったりね、これから始める人、これから始める人じゃない、始めて結構経った人で何しようかなって思ってる人のための動画と思っていただければよし。サムネをどんなタイトルにするか悩むとこですが、親戚キッズがねまた最近モンスターハンターライズにちょこっと復帰したんですけども、まあイベントクエストとか増えたりね、便利なこととか上位に来てやれることとか、欲しいアイテムの集め方とか割とわからないところで、まあその辺をね軽く自分の知ってるところで、お伝えできたらなという動画になっております。さてまずはお金の稼ぎ方とカムラポイントの稼ぎ方、最高効率は何なのか。それはですね、今回は最終ツアー水没林溶岩洞のアイテム集めとなってます。これはもうねルートとかがあるんで、ネットで調べてみれば連射器を使った無限入手方法とかもありますけども、まあ鉱石を拾って売ることが一番最高効率にお金を稼げることになります。これちょうどそうだね、水没林の探索ツアーでこの環境情報の中に鉱石の増殖ってのがあるよね。これをやることでもらえる報酬じゃない、拾える鉱石の数が約 1.5 倍ぐらいだった気がするかな、なりますんで、その状態で、ネットなんかで見つけた鉱石集めルートっていうのを回ることによって、その鉱石を後で鍛冶屋なんかで売ることによって大量にお金を稼げるという方法ですね。これがライズにおける、最高効率のお金稼ぎになってます。他のお金稼ぎと比べて圧倒的に効率がいいんで、これ一つ覚えておくと便利かもしれません。カムラポイントも同様ですね。カムラポイントはね集めた分がそのままポイントになるんで売る必要はないんですけども、こういったカムラポイントのもらえるルートみたいなものを自分なりね簡単でもいいから見つけて、それを回るっていうのが一番効率が良くなってきます。まあ、カムラポイントは他にもいろいろ増やし方あるけどね。そしてこれがよく使うし、これがあると全然ね難易度が変わってくる金星お団子剣。この金星お団子剣っていうのはこのお団子の下に書いてあるスキルっていうのが発動する確率を左に書いてありますね、上げることができます。X ボタンでここで使用中と未使用を選べますけども、このお団子券、金星お団子券を入手する方法、入手する方法自体はとても簡単。よろず屋で焼き物をする、焼いてもらうことによっていろんなアイテムがゲットできるんですけども、まあこれを一番効率よくというか無駄なくやる方法っていうのがありまして、カムラポイントがたくさん余っている場合ね、その場合はですね、こちらお供広場にやっています。そしてお供広場じゃなくてもいいけどね、交易のところやってきます。でここのポイント交換の交易品に生肉がありますんで、これをたくさん交換してよもぎちゃんのところでよろず焼きを大量にしてもらうことで非常にたくさんの金星お団子券が入手することが可能になります。で焼いた焼肉はこんがり肉は食べてもいいんだけども、お店で売ることになって売ることによって少しお金返ってきますんで、まあ、そういった使い方がね可能になってくるということです。これはカムラポイントがたくさん余ってる場合、これで、金星お団子券を増やしておきましょう。ついでにこちらに来たんでお話をしておくと、交易品掘り出し物等々あります。まあカムラポイントが腐るほどあるっていう人はね、ここでいろいろ交換できると思います。特に増強剤なんかは集めにくいので、アイテムを増やすなんかでも集めにくいんで、増やしておいてはいいかなと思うんですけども、まあ、とりあえず何が何でも交換しておきたいもの、それがアルビノエキスです。このアルビノエキスは交易でも増やすことができないし、入手方法がかなり限られてるんですね。貝のフルフルをから落とし物で拾いやすいっていうアイテムなんで大量ゲットが難しいんですが、まあ、たまにこの掘り出し物のところに出てると10個まで交換できるようになってます。カムラポイント5000ですね。でこのアルビノエキス何に使うかっていうと、鬼人薬グレートとか硬化薬グレート、これね普通にやってるとなかなか私もアイテム使って討伐とかしないんだけど、ライズにおけるこの硬化薬と鬼人薬グレートは1回使うと、1オツするまで効果が切れなくて、結構ねそんな数値で見ると強い感じしないんですけど、やっぱあるとないだと全然違うんですね。なんでこれを作るために必要なんで、まあ、特にそういった薬、気になる人はこのアルビノエキスを優先的に買っておきましょう。あとよくあるこのロックラック鋼とかドルドルマリンとかは、この観賞用って書いてあるのはお店で売ると
ポイントの割に高く売れるってことですね。これドルドルマリンなんか売却額1万ゼニーですから、1万ジットゼニーゼニーか、はいはい。そして猫ちゃんを雇う雇用口です。ガルクに関してはまあ厳選とかすればね話変わってきますけども、ガルクに関してはまあ何匹かいればいいかなといったところで、お供なんですけども、いろんなお供がいますが、とりあえずこの白い袋のマーク、コレクトお供ですね、これ2匹は連れておくと便利でございます。分取りの技っていうのは、報酬素材を、まあ、報酬アイテムを増やすというかね、モンスターに攻撃した時にモンスターの素材を分取ってきてくれるんですけども、2匹いたらその分効率が上がりますんで、後々使うことになりますんで、2匹育てておくといいかなといったところ。まあ、他のお供もね、2匹いた場合のメリットっていうのはあるんですけども、一番欲しくなるのはまあコレクトお供2体かな。そしてお供の武器ですけども、まあね、上位のモンスター比較的苦戦しがちという方は、とりあえずお供の武器にはこれガルクもニャンニャンも同じようになんですけども、睡眠か毒が個人的にはおすすめとなります。睡眠の場合はね、睡眠武器自体が攻撃力があまり高くないので、自分の火力は維持したままお供に眠らせてもらうと。で、眠った後は最初の一発目が威力2倍なんで、オータル爆弾 G なんかを置いて大ダメージを与えて体力を削ることができると。で、これはね、毒、これは毒武器をハンターが持ってもいいですけども、今作の毒は、まあ、動画たくさん出してますけども、めっちゃ強いです。1秒間に上位だったら14ダメージ下位だったら10ダメージっていうのをダメージを叩き出します。これね、本当狩りに時間かかる人にとっては非常に有効な属性になっていますんで、自分の武器が好きなものを使いたい場合なんかは、特にお供に毒属性の武器を持たせておくと、モンスターがねたまたま毒になった時に丸々と数百のダメージをね、オータル爆弾 G3 つ分とか4つ分のダメージを持っていきますんで、かなり強い属性になっていますんでね、毒武器おすすめになってますね。そしてイベントクエスト、今作モンスターハンターライズはほとんどがね重ね着であったりポージングであったり、そういった報酬が多いんですけども、一応装備品の方で、装備品の素材がもらえるクエストもございます。それ3つありますんでね、紹介していこう。セイテはクマを子孫じるという知識の、なんだっけ、知識のまあメガネがもらえます。で、ただ相手は主青柱っていうね、主シリーズっていう普通の青柱よりも圧倒的に強いモンスターなんで、まあ無理に取らなくてもいい装備なのでね、もし欲しいと思った人は挑戦してみてください。それから、泥の沖縄とポップカルチャー。この装備が一番実用性としては高いかな。まあジーパンってデニムがもらえます。相手はオロミドロ1頭の終了なんで、まあ、オロミドロが倒せれば問題なくといったところ。それからサングラスがもらえる氷の刃が眩しくて、これ確か幸運2かなんかついているグラスなんで、幸運スキルにちょっと興味がある人はぜひといったところ。ここもまあ通常の五車ハギ1頭なんだね。このモンスターが倒せれば入手することができます。ワイルドなるものを求め。そして、まあ、これは好みによるんでね、一つ聞いといてほしいところですが、マカレンキンというものがございます。マカレンキンっていうのはね、スキルのついている5石を、まあ、ある程度ランダムでゲットできるんで、まあ、ここまでやり込む人は結構いるんじゃないかなと思いますけども、まあ、そこそこいい5石が欲しいなと。で、周回するのに、便利なモンスターっていろいろいるんですよね。バゼルギウスであったりとか、ラスボスであったりとか、ラスボスクリア後の交流であったりとかあるんですけども、これ腕前にちょっとよるんですが、個人的に、まあ、割とおすすめなのがですね、イベントクエストの百竜夜行の竜子カムラ矢打ち、これどのタイミングで出てくるかね、ちょっとイベントクエストクリア後に、もらってるんでちょっとわかんないんですけども、これがですね、百竜撃退の証8がね、しょっちゅうね、たくさん出るんですよ。で、クリア時のランクによってそれが変わるのと、私ね、4、5回行ったんですけども、途中にあるサブ任務がほぼ、固定っぽいんですよね。なんで、やり慣れてくるとこれがいいのかなと。ただ難易度はそこそこあります。が、
マカレンキンの素材として百竜撃退の証が使えるんですけども、これポイントが結構高いので、高ランクを狙えるのであればこれかなといったところ。なんでこれをおすすめするかっていうとですね、他のモンスターと違って百竜夜行にはゲームオーバーがないんですね。報酬ちょっと下がっちゃいますけども、ゲームオーバーがないんで、まあ、他の、周回モンスターを早く、回るのが苦手であったりとか、そういった場合は、この百竜夜行であれば、最後のね、いぶしまきひこがね、強いんですけども、そいつを倒せるようになれば、かなりいい感じに、マカレンキンの素材を集められるんではないかなといったところ。私もね、大体普通に戦うと、まあ、ネットとか調べるとね、高速周回用のハメ技みたいなのも出てきますけども、まあ、そういうのなしに普通に戦うと、7、8分ぐらいかかるんですよ。大体ね。で、このクエストをサクサクサクとやると、15、6分で終わるんですよ。ただ、こっちは、まあ、失敗がないっていうのがね、大きいですかね。なんでちょっと自分の腕前と要相談なんですけども、この、龍子、カムラ、幼稚は一つ覚えておいていただければいいかなと思われます。まあ、ここは難しいところだな。ただ、装備としては、もう、ラストあたりまで進んで、あと、マカレンキンするだけみたいな状態までいかないと、効率としてはいまいち。まあ、それはどの周回におけてもそうだけどね。武器防具がある程度強化されてないとね。ってのはありますけどもね。まあ、なんでもね、ゲームオーバーなく、ラストの、いぶしまきひこまでは、まあ、そこそこ簡単にいける。このクエストをちょっとおすすめしたいし、覚えておいてほしいなと。中級者にはちょうどいいクエストになるんじゃないでしょうかというわけで。まあ、ちょっとね、昨今もうすぐじゃないけど、まあ、サンブレイクが出たり、スチーム版が出たりするんでね、私がね、これは覚えておくと便利だなってのをなんとなくまとめてみました。誰も知らないかりゅうと、イカれたこすけでした。